はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、私インスタグラムでシュナップっていうアカウントを持っているんですけど、コーディネートだけを載せたアカウントっていうのがあって、ちょっとまあ最近ね更新できてないんですけれども、シュナップをちょっとこれからまた新しい形を作っていくかもしれなくて、ちょっと今試行錯誤中なんですけど、そうお楽しみにしといていただければと思うんですが、このアカウントをね遡っていた時に、昔のねコーディネートとかも出てくるわけじゃないですか。で、日々人間は成長していくし、流行もこう変わっていくし、好みもね変わっていくと思うんですけど、昔のコーディネートを見ていて、まあ、すごいねお気に入りなコーディネートとかももちろんあるんですけど、なんでこんなコーディネートを組んだんだろうみたいなコーディネートとかもあったり、ちょっと昔の芋っぽいというか、今だったらこの組み方はしないなって思うようなコーディネートもあって、プチ黒歴史というか、その芋っぽいなって思うコーディネートを今の私が組むならどういう感じにするかみたいなのをやっていこうと思います。口で説明するのがちょっと難しいので、実際にまあ、ね、やっていきながらという感じで、はい、進めていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速やっていきたいと思います。今日はね全部で4コーデ紹介しようと思います。ちょっとね本当に恥ずかしいぐらいなんですけれども、じゃあ早速やりましょう。まず1個目のコーディネートがこちらでございます。これは2018年の夏の私のコーディネートなんですけれども、このコーディネートはまだまあまあ、まあ、まあぐらいな感じかな、私的には。その当時はねもちろん可愛いと思って着てたコーディネートなんですけれども、今見ると、あ、こういう組み合わせはあんまりしないだろうなっていうポイントがいくつかあって、まず1個目なんですけど、まあ、ここはね今でもするっちゃするんだけど、ここ変えればもうちょっと良かったのかなって思うポイントが、このビスチェの下に T シャツを重ねてると思うんですよ。このコーディネートって結構昔新しいみたいな感じでちょっとトレンドになってたと思うんですね。だけどやっぱりこの合わせ方が少し幼く見えちゃうかなっていう風に思います。でもビスチェに T シャツを重ねるコーディネートがなんかダメとかダサいとかではなくて、今のこの年でこのコーディネートを見ると自分自身もすごく幼いし、組み合わせっていうのも結構幼く見えるなと思って、そこがちょっとあれかなっていう風に思います。まあ、あとは何ですかね、このショルダーバッグとか、ショルダーバッグもすごいなんか時代を感じますよねこういうショルダーバッグ、紐が細めでスクエアっぽいバッグみたいな、こういうのもちょっとね時代感じたりとか、うん、なんかちょっと全体的なバランスが今の私からするとあんまり腑に落ちないというか、違うかなっていう風に思ったので、こちらのコーデを選びました。で、今からこのコーディネートを今の私が組むならっていう感じでやっていこうと思うんですけど、今回はこのビスチェがあったので、まだなので、これを使ってコーディネートを組み直したいと思います。はい、ということで組み直したコーディネートがこちらでございます。どうですかね。まあこのビスチェをね使うっていうので、こんなコーデを組んでみたんですけれども、まあそのさっき言ってたこの T シャツのレイヤードっていうのをちょっとなくして、まあキャミ1枚で着てみました。当時の写真、私これは高校卒業したぐらいだったんですけど、なんか今ちょっと大人になって、こう適度な肌見せっていうのもすごく可愛いなって思うようになったんですよね。そうなので、中のレイヤードを脱いで1枚で着ております。で、パンツはこのカーゴパンツを合わせました。で、このカーゴパンツが結構ねボリューミーだと思うんですよ。結構ボリュームがあってすごくワイドなパンツになっているんですけど、やっぱりこう上がちょっとピタッとしてる時って、下もピタッとしちゃうと本当にもうボディラインが強調されて着づらいなっていうのがあると思うので、上はピタッとさせて、下はこうボリュームのあるものを持ってくるとより今っぽく着れるのかなと思います。で、あとはやっぱ小物使いですかね。小物、まあ、ニット帽をかぶってみたりとかしてストリートに落とし込んだりとか、あとこのバッグもね、これもショルダーバッグなんですけど、これは今のトレンドなんですけど Y2K っぽいアイテムになっているので入れてあげてトレンド感も出しています。で、まあなんかこういうキャミとか1枚で肌を結構露出するようなアイテムとか着づらいっていう方は、こんな感じでバッグを斜め掛けしてあげることでちょっとこう肌の見える面積が減ったりとかもするので、そういう方法もおすすめですし、上からなんかちょっと羽織ったりとかしてもいいかなと思います。はい、ということでまず1コーデ目はこんな感じでございました。こういった感じでねどんどん進めていこうと思います。多分ねこれも数年後もしかしたら、なんでこの時こんな合わせ方してんだろうって思うかもしれないけど、今の私で好きな系統というか感覚でコーディネートするならこんな感じかなと思います。では続いて2つ目のコーディネートがこちらでございます。これはですね2019年
の春のコーディネートですね。このコーデはめっちゃ恥ずかしいとかするわけではないんですけど、なんかちょっと見てて、お白すぎるなと。オールホワイトコーデをね、したいっていうのはわかるんですけど、なんかちょっと白すぎるなって思いますね。全部同じトーンにするなら、この中のトップスかな、これ。中のトップスはもうちょっと首の詰まってない抜け感のあるものを選ぶかなって思いました、まあ、やっぱりホワイトって膨張色なので太って見えやすいというかっていうカラーなんですけど、それにプラス首も詰まってるオールホワイトっていうので結構なんか芋っぽく見えちゃってるなって私は思いました。でもこのシューズだったりとかバッグとかをメタリックにしてちょっとポイントを加えてる、アクセントを入れてるっていうのはすごい可愛いなとは思うんですけど、まあ、そこがちょっと気になったポイントでございます。髪の毛もね、これ長いんですけど髪の毛下ろしてることでめちゃくちゃ重たくも見えるなっていう風に思いますね。はい、ということでこのコーディネートを組み直したコーディネートがこんな感じでございます。今回はオールホワイトっていうのを引き継いでコーディネート組んでみたんですけど、やっぱりオールホワイトコーデをする時ってセットアップとかを使うとめちゃくちゃ簡単に可愛くできるかなと思います。今回もねそのセットアップを使っているんですけど、色味もあったりとかするし、それだけでコーディネートが完成するっていうので簡単におしゃれに見えるアイテムになっております。さっき言ってたこの首の詰まったトップスっていうのも変えて、中はちょっと首の開いたすっきり見えるようなタンクトップを合わせてみました。この組み直したコーディネートはバッグとかも全部ホワイトにしちゃって、よりオールホワイティな感じのコーデにしてはいるんですけど、ビファーのコーディネートよりはこなれ感が見えたりとかすると思うので、もちろんこれに靴とかバッグを差し色入れたりとかしても可愛いんですけど、もう今回は全部オールホワイトにいったろうと思って全身ホワイトでやってみました。はい、ということで2コーデ目はこんな感じでございます。では続いて3コーデ目がこちらでございます。このコーディネートも一見あれ今っぽいやんって、ちょっとこうジャケットとかも羽織ったり、ジャケットにデニム合わせたりとかして、あれなんか今っぽい合わせじゃないのって思うかもしれないんですけど、あ、ちなみにこれは2019年ですね、さっきと同じ年のやつなんですが、私がこのコーデで気になるポイントはサイズ感ですね。私も今ジャケットにデニムとか T シャツ合わせて着たりするので、合わせ的には可愛いなとは思うんですけど、このサイズ感が何とも言えなさすぎてちょっとうんって思いました。やっぱりジャケットのサイズ感が結構タイトなものを選んでいるので、それがきれいめで可愛いっていう風にも見えるかなとは思うんですけど、私の系統的に普段着る系統的にはやっぱこういうタイトなものだときれい感が強くなってしまうので、いつもの私のなんかちょっとカジュアルテイストな感じのコーディネートとは合わないなっていう風に思います。あとこのデニムパンツの形というか丈感、もうちょっと丈があってもいいかなって思いますね。これだとちょっと絶妙な丈感になっているので、やっぱ綺麗めすぎちゃって、ここが私はねあんまりしっくりこないなっていう風に思いますね。はい、ということでこちらのコーディネートを組み直したコーデがこんな感じでございます。今回は本当に全体的に合わせ方を統一させてみました。デニムに T シャツにジャケットっていう感じで合わせたんですけど、やっぱ今っぽくよりこなれ感を出して着るならジャケットはこういったもうオーバーサイズなものがいいと思うので、ちょっとヴィンテージのもの、メンズのものを選んだりとかするのがおすすめです。でパンツの丈感もさっきのビフォーよりもちょっと長くなったと思います。結構ルーズな印象のあるデニムパンツを選びました。であとバッグなんですけど、ビファーのバッグはこうショルダーバッグ、斜め掛けのショルダーバッグを使っていたと思うんですが、まあ、これもねカラーもグリーンですごい差し色になって可愛いと思ったので、差し色っていうのは引き継いで組み直したコーデの方ではワンハンドルの肩からかけれるぐらいのバッグを持っています。より今っぽくコーディネートを組んであげるなら、こういうなんかちょっとチェーンの細めのショルダーバッグよりかはワンハンドルのちょっと肩からかけれるようなサイズ感のバッグっていうのがやっぱり今っぽいかなっていう風に思うので、今回はこちらのバッグを選んでみました。シューズも同じ厚底のものなんですけど、ビフォアのオックスフォードシューズとかよりは組み直したコーデの厚底のこういうサボサンダル的なものの方が私は好きなので、こちらのシューズを選びました。はい、ということで3コーデ目はこんな感じでございます。ちょっとすいません、なんかね日光がめちゃくちゃ出てきてすっごい気になると思うんですけど、ちょっとお許しください。すごい顔がちょうど影になっちゃうんだけど、すいません、お許しください。はい、ということで早くも続いてでラストでございます。ラストのコーディネートがじゃじゃん、こちらでございます。これも2019
9年ですね。3年前ですって、もう、いや。3年前のコーディネートになります。このコーディネートはさっきのコーディネートとちょっと似てると思うんですけど、ジャケットにスラックスかな？で、ヒールを合わせていると思うんですが、このコーディネートもアイテム的には今っぽい合わせ方かなっていうふうには思うんですけれども、やっぱりこのパンツとシューズの丈感が私はめちゃくちゃ気になります。この丈感がどうしてもちょっと、なんかちょっと芋っぽく見えちゃってるのかなっていうふうに思うんですが、でもこういうジャケットにスラックスにヒールスタイルってほぼほぼ綺麗めなアイテムじゃないですか。だからすっごい難しいと思うんですよ。で、今回組み直そうと思ってコーディネート組んでみたんですけど、やっぱりすっごい難しくて、サイズ感がとにかく命なのかなって思いました。ちょっとアフター見てもらって説明した方がいいかなと思うので、組み直したコーディネートはこんな感じでございます。本当にこのコーデ組み直すと難しくて、何が難しかったかっていうと、やっぱりジャケットにスラックスにヒールっていう、このもうオフィス感というかカッチリ感、綺麗め感がすごい出ちゃう合わせなので、やっぱり普段のようなカジュアルなテイストに落とし込むっていうのがすっごい難しかったです。で、まあでもさっきのビフォーで言っていたこの丈感っていうのは注意しようかなと思って、ヒールにスラックスを合わせるときはスラックスはもう本当にロングなものを選ぶのがいいかなって思います。本当にもうヒールにかかるぐらい、ヒールで高さがあるので、その分パンツが長くても地べたで素足で履いてるときよりは裾が上がってくると思うので、もうせっかくヒールと合わせるんだったらしっかりと長さのあるパンツを選んであげた方がよりこなれ感が出ると思うし、今っぽく見えるかなと思います。なので今回も結構長めのねパンツを合わせているんですけど、でもこれにジャケットを羽織るってなるとすごいこうやっぱりカッチリ感が出てしまうかなと思ったので、今回ヒール自体もちょっとこうスニーカーっぽいデザインのカジュアルめなヒールを選んでいるのと、あと中のトップスをちょっと抜け感のあるようなカジュアル寄りなトップスを持ってきました。でももしこのジャケットとスラックスヒールっていう形を崩していいのであれば、私はスラックスをデニムパンツに変えますね。ちょっとこうゆるっとしたダボっとしたデニムパンツを持ってきてあげるとカジュアル感がプラスされると思うので、もし変えるならそこをチェンジしてコーディネート組むかなと思います。はい、ということでラスト4コーデ目はこんな感じでございます。はい、というわけで以上4コーデ組み直してみましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと今回こう初挑戦な感じの企画ではあったんですけれども、やっぱね昔の写真だったりとか見てると、メイクとかもねそうだと思うんですけど、やっぱりコーディネートも恥ずかしいなって思うコーディネートとかも多くて、それを今もし組み直すならどんな感じでやるんだろうなとちょっと思ったので、今回こういった企画をやってみました。すごい眩しい。めちゃくちゃ太陽降りてきてすごい眩しいんですけど、もうすごい昔から応援してくれてる方もいらっしゃるので、そういった方はちょっと見覚えのあるような写真とかももしかしたらあったかもしれないんですけど、まあ、こんだけ変わりましたっていうちょっと成長もね感じていただけたらと思います。何言ってんだ。でやっぱその当時はねそのコーディネートが可愛かったのでそうやって着てたと思うんですけど、まあ、今見返してみるとちょっと面白いなっていうコーディネートもあったので、まあ、ぜひ皆さんもなんか自分の過去のコーディネートだったりメイクもそうですけど見てみてください。結構面白いと思います。まあ、でも逆にねなんかこう昔組んでたコーディネートが意外な発見にもなるかもしれないじゃないですか。あ、最近こういったコーディネート組んでなかったけど昔こういう組み合わせもしてたなとか、やっぱり今のトレンドだったりとか今の好きな系統ばっかりにこう目がいっちゃって、昔着てたようなアイテムとか合わせ方とかもパッて改めて見ると新しく新鮮に見えるかもしれないので、まあ、そういった目線でも見てみるのも楽しいかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じでちょっと新しい企画にチャレンジしてみました。またもしね好評だったらこういうのもやっていければなというふうに思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。